どうも続きです、はい、さあ今回ですけども、この冬やるべき究極のトレーニングこれをやっていきたいと思います、はい、皆さん今冬のトレーニング頑張ってますね。そうですね、走り込んだりトレーニングしたり、はい、筋トレしたりね、いろいろやってると思います、はい、今日はですね、その中でもこのトレーニングをやっていただきましたら、確実にソフトボール&野球が上手くなるトレーニングを私開発いたしましたので、それを皆さんにご紹介したいと思います、はい、このトレーニングはたった一つの動きなんですけれども、うん、やっていただきましたら、はい、一石二鳥一石三鳥四鳥五鳥ぐらいあるですね、はい、すごく効率のいい、みんな効率がいいのがいいでしょ。いいです、やっぱり、はいね、この動きをやるだけで確実に野球ソフトボール上手くなります。ほう、しかも筋トレにもなる。ほう、しかも上手くなる、うん、最高じゃないですか。最高じゃないですか。筋力もアップするし技術もアップするという、うんうん、そういうトレーニングをですね、今日は特別に皆さんにお伝えしたいと思いますので、はい、ぜひこの動画を最後まで見て今日から毎日取り組んでみてください、はい、そしたら確実に上手くなっていきますから、ということなので皆さん早速やっていきましょう。はい、じゃあですね、究極の基礎トレーニングのやり方今からお伝えしちゃうぜ。はい、はい、まずやり方なんですけども、足を肩幅より広めに開いてください、はい、どれぐらいの幅かって言いますと、できればこう打ち終わった時のこの幅ありますね、はい、これが肩幅ぐらいとしたら一足分ぐらい、はい、広げて今立ってみてください、はい、まあ、大の字ぐらいかな、うん、これぐらい広げましょう、はい、そしたら次に骨盤を前傾にします。ピコ、はい、これが後ろ、これ前、ここだけちょっと動かすような感じで難しいかもしれないですけど、やってみてください。前傾にポリッと、お尻やりました、はい、そしたら横から見るとこれですね。そしたらですね、このままお尻をまっすぐ後ろにブーッと突き出してみてください。この時に膝が前に出ない、こうじゃないですよ、はい、こっちに後ろにブーッと下げていくと、はい、そしたらまあちょうど地面と平行ぐらいになる高さがあると思います、はい、平行ぐらいですからあんまこうなんなくていいですからねこれぐらい、はい、まあ、ちょっと斜め、気持ち平行ぐらい、気持ち平行ぐらい、うん、なりました、はい、そしたら結構お尻パンパンに張ってますね。張ってます。どういう感じかってこういう感じね、はい、そしたら手を広げてください。このままそしてこのまま自分のまず左手を右足の前に持ってきてください。ピカーンで、右手はその左手の延長線上、はい、こうしてお尻プリ後ろ下げました、手広げました。そしたらこうですね。でこの時結構きついと思うんですよ、もうこの姿勢が結構きついですね。こうしてこう、そしたら今度このままこっちに持ってきてください。はいはい、で動きとしてはこんな感じで右に持ってって、はい、左に持ってってっていうこの動きの繰り返しです、はい、これをやる時の注意点なんですけれども、はい、ここまでは多分大丈夫だと思います。でこうなった時に今ここをしっかり止めてやってるんですけど、一緒にこうなったら意味ないですから、はい、膝が逃げないようにまっすぐの状態を保って左手を右足の横、まあ、上ぐらいにこう持ってくると、はい、そしたらここ自分で触ってみてください。今この体勢をしてここ力入ってますね、めちゃくちゃ張ってますね。そしてここにすごい乗ってる感じ分かりませんか、うん、これがですね、はい、よく言う股関節に乗る時の感覚と同じなんです。なるほど。だからぜひですね、この状態でやりますね、はい、そしたらそのままクククククッとちょっと状態上げてみてください。この足の感じをキープしたまま状態上げてくる、
そう、これがトップの位置と同じような感覚です。ほう、ちょっと実際にバット持ってやってみますね。まあこういう感じで構えました、はい、そしたらこのままここの感じ変えずに上体だけ起こしてきてください、うん、この感覚一番感じてほしいのはこの股関節にこう乗ってる感覚です、うんうん、くっと力を入れた状態で、ね、この状態からプーッと上がってくるこの感じをいつも、まあ、上手い人たちっていうのはステップしてグッて入った時に同じような感覚になってるんです。ここが結構乗ってますよね。はい、今ね結構もうすごい分かりやすくちょっとトレーニングも兼ねてしっかり乗ってます、うん、なので結構きつい感じすると思うんですけど、まあ、多少ここの感じっていうのは実際打つ時ってもうちょっと軽くでもいいです、うん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 、ガッてもう究極に締めてるんで今、うんうん、で分かりやすくするためにそうしてるんですけど、実際こうやる時っていうのはちょっと緩めてもいいです。その、うん、なんていうのこのハマってる感じっていうのは、はいはい、でも感覚的には本当に構えてステップしていくっていう時のこの感じは、うん、この感じとほとんど一緒です、うんうん、それが抜けすぎてたらというか抜けてるからみんなうまく使えないんですね、うん、ここの力を。だから多分、まあ、初めてやる人にとったらこんなにすごいきついよね、きついよねっていう感じのパワーポジションっていう感じです。でこの状態で振りに行く、はい、で振りに終わったこの感じはこの感じと一緒です。反対側の方と一緒ってことか。そうです。だからここのこういう動きの体重移動ありますよね、うん、こうしてこうして、はい、ここグッてここも触ってもらうと力入ってると思うんですけど、うんうん、この感じが打った時のこの感じ、なるほど、と一緒。はい、さらに今グローブとボールを付け替えました、はい、これで、まあ、さっきと同じように前傾して後ろ下げてこうしました、はい、乗りました、うん、の時のこの感じ。ほう、一番はこう取ってさあ投げるぞっていう守備の形ありますね、うん、とかまあ普通にキャッチボールする時でもいいんですけど、この形ね、そっち投げるっていう時の形、ここに乗ってる感じっていうのはこれと一緒です。なるほど、投げる時も一緒なんだ。投げる時も一緒、さらにピャーポーン投げ終わったこの感じ、この感じ、まあちょっと投げ終わった後っていうのはねこっち向いてるから、うん、この感じとはちょっと違うかもしれないですけど、でもおおよそ同じ感じです。ここで止まる感じっていうのは、うんうんうん、なので分かりますかね、はい、この動きむちゃくちゃ大事です、うんうんうん、この動きで股関節に乗ってる感じっていうのをしっかり自分で反復して感覚をつかんでいきましょう、はい、で実際に取って投げる時もここにクッて入ってる、で投げ終わってクッてなった時はここにクッて力入ってる、うんうんうん、これなんですね。全ての動き、バッティングにしろ投げるにしろ、なんかやってみたらさ、いつも、はい、股関節乗るっていっぱい言ってるけどさ、いっぱい言ってる、想像以上に乗ってないんだなっていうのが分かった。そうでしょう、うん、じゃあちょっと一緒にやってみますかね。はい、じゃあですね、今からいつも通りちょっとスタッフに私がこう言葉で誘導しながらやっていきたいと思います。多分みんなも一番最初ね一緒にやる、今動画見て一緒にやってくれるじゃないですか。もうそれと全く同じで今から初めて聞いて一緒に動きやるんで、まあ、似たような失敗とかねあると思うんで、そういうのもね参考にしながら一緒にやっていきましょう。はい、じゃあ足を肩幅より広めに開いて、結構大の字になるぐらい、このぐらいですか。はい、いいですね、それぐらいですね。もうちょっと広きましょうかね。はい、そんな感じですね。はい、そしたらまず手下ろしですよ。お尻を後ろにプリッと出す感じで前傾の形にしていきます。はい、そしたらそのまままっすぐ後ろに、まっすぐ後ろに、そうですね、はい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 、はい、そしたらその辺で一回手広げてください。はい、いいですね。結構お尻きついですか。きついです。太ももの後ろきついですか。もうきついです。きつかったら OK です。そしたらこの手を右足の上ぐらいまでにぐーっとこう持ってきてみてください。おー、イエス。あー、きつい。
はい、こんな感じですね。はい、じゃあそのまま反対の右手を左足の上に持ってきてください。回転しながら顔はこっち向いておいてくださいね。顔どこですか？顔は足です。足、はい、手つく、左足につく。お、どうですか？うまくできてるか？いいですね。はい、じゃあ反対、1、2、はい、顔は足元見て、はい、3、はい、4、はい、ストップ。ここどうですか？うわ、力入ってますね。カチンコチンです。はい、じゃあこっちよ。お、いいですね。こんな感じでちょっと触ってみてくださいね、みんなもね。めっちゃここガンガンに硬くなってると思うんで、はい、そんな感じね。お、いいですね。これがですね、さっきも言ったようにこういう風になってきたら違いますから、うまくできてます。はい、はい、そう、うまくやればちゃんと溜まってる感じしますね。はい、はい、じゃあですね、右バッターなんでこの方は、はいはい、左手をこっちに持ってきて、そのまま、はい、このバット持って、はい、こっちつけて、上体ちょっと上げてって、その形キープして、どうですか皆さん、かっこよくないですか？すごい、股関節が、はい、じゃあ一回ちょっと左足上げて右に乗る感じで、はい、じゃあ振って、うえじゃあもう一回、いいですよ。いいですか？はい、いいですよ。分からなかったらもう一回この形ね、はい、はい、はい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 、そのままバッと取ってはい、上体上げていく。その時にね、上げていく時にね、あの、これが抜けちゃったら、力が抜けるような感じになっちゃったら、せっかく溜めたものがなくなっちゃうんで、ここをキープしてね、はい、今できてますから、後ろ下げてて、ねじって、そこの感覚掴んだままドン。右足が痛い痛い。右足もさっきやった運動のこの感じで終わってほしい。頑張って最後ね、最後、はい、で、はいまあ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 、こんな感じですね。じゃあ今度は投げるやつやってもらいたいと思います。はい、もう一回大の字にピロリンと足開いて、はい、じゃあそのまま前傾にお尻プリッとして、後ろ下げていきます。そしたらピーンって広げて、はい、左の方に、いいですね。じゃあそのままちょっと上体上げてきてください。はい、そしたらグローブはめて、ボール持って、そのまま、はい、投げる怖っ、まあ、そう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 、そんな感じでやってませんよね、多分。全然乗ってない、こっち今の感覚なんかするの、こんなに体重乗ってないなって感じ。はい、というような感じでですね、はい、今やっていただいた動きありますね、はい、この動きで、ここに溜まってる感じ、これが股関節に乗ってる感じとすごく似たような感覚になってます。今究極にこう絞ってクーってやってるんで、はい、めちゃくちゃしんどいと思うんですけど、しんどい、この感覚をキープしたまま、実際は、まあ、もうちょっといい感じの場所があると思います、うんうんうん、きつくなりすぎなんで、今もう究極にネジだったらネジが究極に締まってるような状態なんで、うんうん、もうちょっと緩めてもいいんですけど、でもちゃんとここに溜まってるっていうか入ってるみたいな感覚はありつつ、その勢いを利用してみんなね、うまく投げてたりうまく打ってたりするんで、この練習をですね、もうこの基礎のこの右左っていうこの動きを実際にしっかりやってください、うん、確かに今までさ、股関節乗る動きってたくさんやってきたけど、一番わかりやすいかも、うん、一番わかりやすい、一番わかりやすい、日々更新してますからねそう、乗る感覚をつかむっていうのは一番わかりやすいかも、うん、でこの状態で投げるし、この状態にして打つし、うんね、キャッチボールもそうだし、取ってからゴロを取ってから投げる時もここに入ってる。みんなね、本当にね、このね、入ってる状態で力をここでグーって入れてるから、軽く上半身がスッてやってんのにピューっていくんですよ、うん、すごい初心者の方って力めっちゃ入れてるように見えるんだけど、実際はあんまり飛んでなかったりとか、あんまり速くなかったりするじゃないですか。でも上手い人ってなんか軽くこうやってふーんって投げてんのにスーっていく、速い。なんでかなって言って、やっぱね、この股関節
下半身の力をめちゃくちゃ使ってるんですね。逆に下手な人っていうか苦手な人は上半身の力ばっかり頑張ってるんですね、うんうんうん、そこの違いなので、それはどういう感覚なのかっていうと、さっき言ったこの感覚です。でも確かにさ、あの形にするのにもさ、あの筋力が必要だから。そうなんだよね、あの動きやり続けるのは必要だね。そう、もう単純にこれが筋トレになってますから、うん、筋トレ&まあ股関節周りのストレッチみたいな感じにもなってると思うんで、硬い人は結構これがね、あんまいかなかったりね、なんかこう硬い感じがすると思うんですよ、うんうん、痛いみたいな。だから よくねこういう感じで股関節も動かして回したりとかしてストレッチとかしながらこの動きをしっかりやっていくと。はい、そしたら筋肉もつくし動きも良くなる。一石二鳥三鳥四鳥五鳥、ね、感覚もつかめるしね。そう、感覚つかめて、ほんでこれだ忘れへんやん絶対。どうやったっけと思ったらこれを思い出せばいいんです、うんうんうん、なんかどこでもできるしね。そうなんです。あ、この感覚をつかんだまま、あ、打ったらいいんかで、打ち終わった後もこの感覚かっていうのがめっちゃ分かりやすくなると思います。はい、こうやって自分が打ち終わった時のこの感覚とね、さっきやったこの感覚が違ったら、こっちの方がすごい乗ってる感じがあるんやったら、うんうん、この感覚にどうすれば近づけられるのか、うんうん、っていう風に振っていけばいいんです。なるほど。動いて投げていけばいいんです。ここを締めてくる感じが分かんなかったら、こういう動きをしてこの感じにどうやって持っていくかやればいいんです。素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい方法を編み出してしまいました。続きん流のトレーニングです。基礎トレーニングね、はい、もうこの動画を見つけた人は超絶ラッキーということなので、はい、ぜひですねやってみてください、はい、すごく効果が出ると思いますので、多分ね次の日とかお尻とかこの辺筋肉痛になってると思いますから、もうそうすれば正解です。もう痛いから無意識にずっと叩いてたわ。こうね、もうカメラの裏でずっとこうやってね。まあそれぐらいね、すぐ筋肉痛になると思いますので、はい、まあそれで OK ですから、はい、まあ、頑張ってねトレーニング、お尻周りのトレーニングもしつつ、股関節周りのトレーニングもしつつ、そして実際の動きにもつなげていってね、上手くなっていきましょう。はい、はい、というわけで今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければグッドボタンとはーい、はい、締めてください。はい、というわけでチャンネル登録もお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。